皆さん、こんばんは。ガエルチャンネルです。さあ、今日もですね、えー、フェニックスインターナショナルレースウェイ。おー <laughs> いや、あのタ、タイヤを温め損ねたガエルチャンネルです。えっ、ー、と、フェニックスインターナショナルレースウェイで、また今日もアルカメラズのオーバルレースをお届けするんですけど、あ、暗かったな、今この、 後ろ離れててくれたんで多分ねこうなることガイル選手こいつ危ねえなって予想してたのかもしれないですけど <laughs> あのー、人様にご迷惑をかけれてよかったで、えー、このアルカメラルシリーズも3戦目ですね、えー、予選だいぶね走り方分かってきたので今トップスプリットで予選9番手からのスタートですねさあ うん、ちょっとね、今度は後ろから追いかけるだけじゃなくて、ちゃんとレースしてみたいなと思いますね。さあ、行ってみましょう、スタート。右から、右から来てますが、1周目は、1周目は慎重に、お早い、早い、早い。いやー、やるなー素晴らしい。今、11番手ですね。うん、どんまいどんまい。 前のペプシーローガンさんも結構攻めてますねさあ後ろが0.4秒、うん、まずね中切れせずにちゃんとついていきたいですね1台アウトに絡んでますねお戻ってきた戻ってきた やっぱりこれだけ台数がいるとスリップストリームはしっかり効きますね。さあアクセル早め早め早めに、うん、おいいですよ後ろ、後ろオリビエさんと0.1秒離れた、うん、よし、このまま引き離していこう。 うん、今、11番手ですけど、えー、トップから私まで、えー、混乱なくずっと隊列が続いていってますねそうそう、こういうのですよ、こういうの、ね、波乱とかいらないので、ね、ぜひともインシデントゼロでゴールまで、ね、行きたいか帰りたいものです <laughs> さあ、集中集中。 これね後ろのまたダニエルさんが0.7秒差でスリップ圏内まで近づいてきているのでなんとかね後続とはスリップ圏外まで離していきたいところなんですけどどううでしょうか後ろは後ろでねやっぱパックで追いかけてきてますんでさあ恐怖に打ち勝って早く早くアクセルを開けていきたい。 うん。前のペプシーに乗ってるローガンさんのライン取りが興味深いですね。うん。そう、ここですよね。もう私は結構早めに怖いんでインについちゃうんですけど、今回はそれもなかったですね。さっきはね、結構ミドルミドルインみたいな。 こう何をしていたんですけどさあなんか前と離れてきてしまったまずいで後ろのダニエルさん0.3秒差これもまずいだいぶ追いつかれてきてしまったでダニエルさん1人だったらいいんですけどその後ろにずらずらずらーっとね地図つなぎになってみんなグループで追っかけてきてるっていうのがね嫌ですね こういう時はね、私の皇族グループで波乱が起こってくれたら嬉しいなっていうね、さっきとは全然正反対なことを思ってしまうわけですけどもさあ、よし、少し近づいてきた。近づいてきたぞ。いや、しかし後ろのダニエルさんも近い、近い。早め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 。よし、よし。 いやースピード乗りますねーああ今大丈夫かな前のルークさんが壁に当たったどうかなーって思ったんですけどうん おサイドバイサイドがおおーおーいやー助かったんですけど助かったのですがなぜか今のラグヒットでインシュネント4ついてます 4x。4 X これは悲しい助かったのは嬉しいけどインシデントは悲しいあいやいや気を取り直してまだねレースは12周目まだ3分の1いってないですもんね さあここでネタを考えながらアクセルオンしていくわけですけども <coughs> さあ後ろがジェイソンさんですねやっぱりアメリカで人気のあるオーバルだけあってこうアメリカ人っぽい名前が多いですよねうん トッ,プトップと2番手のウスマンさんとジャレッドさんはちょっとアメリカ人っぽくはないですけどねさあ、後ろのおお、ジェイソン早い、ジェイソン13日の金曜日あなんかと取って食われそうな迫力。 うん、カーナンバー17番、うんまあ、ただ、ね、まだまだ経験がガイル選手少ないのでどうやったらオーバルを速く走らせるのかっていうのはよく分かってないですね多分、まあ、今はロードの延長の経験を使って走ってますけど多分ねオーバルにはオーバルなりの 走らせ方っていうのはあるんだろうなと思いますねさあ順位が11時11時じゃない11番手ですねいや確かにこれを収録してるのは今11時近くにはなってるんですがあさあプッシュプッシュ後ろのジェイソンが怖いプッシュ うん、結構ね今もう早めにアクセル開けてってるんですけどねいや確かにスリップストリームがあるから引きちぎれないとは分かっていつつもやっぱりねプレッシャーを感じてしまいますねさあまだまだタイヤは使えるのでうん そうスライドしすぎない程度に早めにアクセルオン怖いけど早めに早めによしうんうまくいった、うん、ちょい突っ込みすぎかいやージェイソン迫るジェイソン迫ってくる いやーねさっきの接触が前で目の前で起こったのでもう前のダニエルさんたちに追いつくのは難しそうですねこのセーフティーカーコーションなんてものもありませんからねやっぱ一発逆転はもう難しいさあ迫りくるジェイソンああここの加速はいいんだよなうん うんいやいや、オーバースピードだったか。あ、ジェイソン来てる来てる。来てますね。ちょっとここは、ブロックはやめて。おー、怖怖怖ううー、怖いよ。まあね、ジェイソン君は速そうなので、えー、ちょっと前行かしてみましょう。 多分ね、あの、オーバルのレースで、こう、前をずっとブロックするっていうのはね、ナンセンスだと思うのですよね。まあ、一回抜かして、えー、スリップにつければ、またオーバーテイクしていけばいいのですが、いや、なんか、ジェイソン君早いじゃないか。ちょっと待ってほしい。私のことを待ってほしい。そしてさらに後ろからジェレ、ジェレミーさんも差し込もうと狙ってきてますね。いや、ここは、 一度抜かせたジェイソン君を私がもう一回オーバーテイクする筋書きのはずなんですけどよしオッケージェイソン君筋書き通りだありがとう君には感謝しているいやーここアウトまで使えないのが結構あ大丈夫うん大丈夫ですねはいまた隊列もっと戻りましたよしねこうやってあの見せ場を作っていくっていうのはね配信の <laughs> ね配信の映像にとっては大事ですよね ね、皆さんあの、出演者の皆さん、ご協力ありがとうございます。皆様に支えられて、ガイレチャンネルは成り立っております。さあ、後ろまたジ,ジェイソン君が、うん、なんか距離離れましたね。何なんだろう、2人でバトルしてるんですかね、ジェイソン君とジェレミー君が。おー 事故車が1台ああそしてスローダウンの車が1台これど,どっちどっちどっち入るの入るの入るんですね、まあ、そしてもう1台ピットに入っているこれでガイル選手7番手7番手 怖っ怖っああただ後ろ来てますねこれはジェレミーさんに差し込まれるパターンうんさあついていきましょうね後ろから後ろから13番のジェイソン君ね十13番じゃないけど来てますね おお、すごい。前のジェレミーさん、あれでクリアできるんだ。早超早い。ああ、これもライン取り違いますね。アウトから、うん。ほう、ほう。なるほど。このコーナーだよな。ああ、でも今度はちゃんと。 セオリー通りうんいやでもだいぶ豆粒のように小さくなってきましたよ速いじゃねえかジェレミーさん私ももっと早くアクセルを開けていかなければうん ーすごいなアウトああ後ろの後ろの振り向けばジェイソンおお怖怖怖それやめてほしい今ね加速もたつきましたねどうしよっかなーうーん まだね残り10ラップあるわけですよ。ね、なので、ちょっとねサイドバイサイドで激しくやり合うのは、まあ、最終ラップ近くになってからですかね。まあ、しばらく、ね、前に出させてで、まあ、様子を見ようかなと思うわけでございますがただ、意外とジェイソー君も早い説えなんでさっきそんな速くなかったじゃん。 よしよしよしスリップスリップスリップおそしていつの間にか私の推しのロバートさんもう一台来ているいやーこのやっぱねロードとは違いますよね 1>, まあ1台抜いて、後ろとは差がついてるから大丈夫だろうなんて思うと、後ろがまたパックで追いかけてきたりとかね。いや、この気が抜けないオーバル。おおおおうん。さあ、でも、オーバーテイクするほどまではいかないかな。うー、怖い怖い怖い。 ああ今のでロスロスそして後ろロバートさんいやぴったりこらえてますねこれはガイル選手ピンチいやーもうロバートさんの射程圏内に入ってますねうー怖い怖い今だいぶ早くアクセル開けたよどうするのどうするのここはまだ大丈夫だな うーんまたインガワ、ロバートさん、どうする、どうする、うん。まだオーバーテイクまではいかないですね。いやー、熱い、この、いやー、なんかね、ちゃんと、すごい、ガイル選手、オーバルコースでちゃんとレースしてるじゃないですか、ね、さっきみたいな金魚の糞作戦とは違いますよ。 いやそれにしても13日のジェイソン結構は早いだいぶ離されているあ後ろが後ろがクラッシュうんいやー うんまあね結構、うん、やっぱうんね大バレの人たちはやっぱよくしゃべるなって印象だったんですけどうんいやーねあの事故現場をミラーで 目撃してしまいましたねさあレースは残り残りこの最終コーナーを立ち上がってこれで37周目この週を入れて残り4周ですねさあジェイソン君が遠いそして後ろからまたローバートさんオリビエさん追い上げてきてるここはここは追い上げられたくない さあガイル選手、残り4周この9番手のポジションをキープできるでしょうかあ前のジェイソンさん1.8秒まで離れてしまったのでこれはあのー、タイヤが垂れてきた状態がジェイソンさん早いのかもしくは、えー、ガイル選手が遅いのか、えー、はたまたこのタイヤの持たせ方がジェイソンさん上手いのかガイル選手下手なのか。 っていうとこですねやっぱ最終ラップ近くになってくるとさすがにですねこうタイヤが溶けてる感じがするんですよねなかなかこのゴムがグリップする感じではなくてこう溶けてずるっとくるようなそういったフィードバックがハンドルに返ってきてますねさあ残り2周残り2周そしてそして、えー、トップの 1>, 1番手のウスマンさんが後ろ0.3秒きましたね。これはどっかでどっかで抜かせないといけないけど今抜かせるとその後ろから来てるロバートさんオリビエさんも抜かせることになってしまう。でこれウスマンさんあのトップ争いしてるわけじゃなくてもう独走なのでこれ、えー、ち,ょちょっとねあの抜かずにはいブロックさせていただいてで今ウスマンさんはゴールしました。 で、その後ろにいるロバートさん、オリビエさんもゴールしました。なので、私はこのまま、えー、周回遅れギリギリにならずに、で、後ろのロバートさん、オリビエさん、周回遅れですね。で、私が周回遅れにならずに、えー、このままゴールすれば、9番って確定ですね。よし、フィニッシュ。9番で、9位でゴールでしたね。 うんえー、と出走台数が 20, 20数台いる中で、えー、トップ10フィニッシュこれはなかなかいいんじゃないですかねでインシデントがアンラッキーなラグヒット、えー、×4 がついてしまったのが残念なんですけどそれ以外はなかなかいいレースができたんじゃないかなと思いますね というわけで、えー、巻き戻しに時間がかかっておりますが、えー、またスタートからです、ね、お届けしてお別れしていきたいかなと思うんですけどもどこがいいのかなこれぐらいですかねはいというわけで、えー、フェニックス・インターナショナルレースウェイのアルカメナーズシリーズを40周のレースをお届けしました えー、結構慣れてくるとですね、あのー、なかなかオーバルレース面白いんじゃないかと、そのもうオーバルレースイコール怖いっていうね、えー、そういう印象があったんですけど、怖いだけじゃなくて、やっぱりこう、ねえー、競う楽しみで、コントロールする楽しみ、そういったものが感じられて、うん、なかなかオーバルレースの面白さを気づかせてくれる、このアルカメナズシリーズですね。 はい、でまだまだ C の3.5には遠いので、えー、引き続き出場していきたいと思います、えー、チャンネル登録や高評価ボタン低評価ボタンどちらかを押していただけると嬉しいですそれでは本日もご視聴ありがとうございましたガエルチャンネルでした